素晴らしい熱量ですね、皆様から感じます。さあ、この前夜祭のこちらのステージの進行も私レースアナウンサー和田哲平がお届けしてまいります。皆様どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。いよいよですね、前夜祭スタートということで、グランドスタンドでは今ピエール北川さん、そして辻野博さんがですね、様々な F1 関係者のトークショーをお送りしているわけなんですけれども、こちらももちろん負けずとですね、各 F1 関係者のこのトークショーをお届けしてまいりたいと思います。まず最初に出てくるのはハース F1 チームのドライバー2人が今向かってくれてますのでね、皆様大きな声で迎えていただきますようにお願いいたします。あともしね、後方で立っている方いたら座ってくださいね。後ろの方が見えなくなっちゃいますんで、しっかりと立って、座ってですね、見ていただきますようにお願いいたします。加えまして今回もですね、ドライバーたちと皆さんでお写真を撮ります。その際にはスマートフォンの明かりや持ち込みのペンライトを光らせていただいて、光の海を作ってですね、ぜひお写真に参加していただきますようにお願いいたします。結構ね、ドライバーたちもセルフィーでこの日本のファンの皆様とのフォトセッションっていうのを楽しみにしてますので、ぜひ皆様ですね、あ、こんな感じです、こんな感じでございます、ありがとうございます。お帽子のお客様ありがとうございます。あ、いいですね、持ち込みのペンライトありがとうございます。なんかもう雰囲気ディズニーランドって感じですね、もうね、結構ね、かなりそんな感じでもいいですね。それがその F1 仕様になってるっていうのはいいですね。それではお待たせいたしました、マネーグラムハース F1 チーム登場です。どうぞお座りください。さあ、それではまずはケビン選手から、ぜひですね、このお集まりのファンの皆様、この光景広がっておりますけれども、まずは感想をお聞かせください。Yeah, thank you. Konnichiwa. Arigato. That those are the only two words I know. I'm sorry.It's great to be in Suzuka. Always fantastic to come here and see all these fans. You know, they're the best fans in the world for sure. はい、皆さんこんにちは。僕とありがとう。この日本語がこの2つだけですけれども、今勉強中です。Suzuka にまた今年も来れてすごく嬉しく思っております。Suzuka は大好きです。本当に皆さんに会えて嬉しいです。ありがとう。ありがとうございます。続いて美子選手もお願いいたします。Yeah, it's always a pleasure coming. The energy is so great from you guys. Thanks for the support year in, year out. It's a special place and special feeling. So very happy to be here and to race tomorrow. はい、本当にありがとうございますね。皆さんのサポートは本当に素晴らしくてね、日本に来れて嬉しく思っているし、明日のレースもすごく一生懸命頑張りたいと思っております。よろしくね。ありがとうございます。続いてニコ選手にお伺いしていきたいんですけども、2019年以来の鈴鹿、この日本グランプリとなっておりますが、久々の鈴鹿コース走ってみていただいていかがでしょうか。 Yeah, that's true. 2019 I was here with Renault, and then obviously some things happened in the world. We didn't come for 2 years, but I missed last year, so I guess I, you know, in real terms I only missed 1 year.But I'm obviously very happy to be back racing in F1. It's good fun with Haas and especially with Kevin. You know, he welcomed me so warm and yeah, we're hitting it off hard. そうですね。2年間ね、来れなくなったって、COVID のこともありましたけれども、結局本当に休んだのは昨年だけなんですが、いろいろありまして、でもさ、やっとね、日本に戻ることができて、そしてこのチーム、で、走ることができて、そして素晴らしいチームメイトに恵まれて、本当に、最高に思っております。ありがとうございます。続いてケビン選手、前回のこのシンガポールのレースで見事ポイント獲得されましたが、このポイント獲得、チームにはかなりポジティブな影響を及ぼしたのではないでしょうか。
Yeah, it was nice to get a point again in Singapore. It's been many races without points for us, so even though it was only one, it was still a big success for us to break the long spell of no points. まあ、その通りですよね。やっぱりポイント獲得するのはとても難しくて、やっと久しぶりに、ポイント獲得するって、まあ、ワンポイントだけですけれども、やっぱ全然あるとないとで全然違いますのでね、ワンポイントでもチームは非常に喜んでおりましたし、はい、前向きになりました。ありがとうございます。まあ、何をしてもですね、日本のファンの皆様は結構お付き合いいただけるということで、そんなですね、ことを楽しんでいただいておりますけれども。続いてですね、ケビン選手、今ですね、今シーズンエニコ選手が新たにチームメイトとして加わりましたけれども、これについてはチームどういうふうに変化をしましたでしょうか。Yeah, I mean it's been really good to have Nico join the team. You know, lots of experience, lots of talent, so it's you know, kind of raised the bar. You know, it's been a real you know, asset for the team to get him on board. So always a bit strange saying these things to him when he's sitting right here, but I got to go. It's been good. 本当にね、そういう経験豊富な、ドライバーが、まあ、加わってきたということは本当に良かったと思います。彼は本当に経験も豊富だし、いろいろと教えてくれるところもありますので、チームにとっても素晴らしいアセットになったと思いますので、本当に良かったです。ありがとうって言ってありがとうございます。さあ、そんなですね、本当に素晴らしい時間なんですけれども、残り時間もわずかということで、まずはニコ選手からですね、このお集まりの日本のファンの皆様に一言お願いいたします。 Well, just like I said before, thanks very much for showing up, for you know, supporting us. Obviously you have a local hero, but you know, I think every driver feels supported and loved here, which is very nice for us. So thanks very much and enjoy tomorrow. はい、ですね、本当にね、たくさんのお客様が集まっていただいて本当に嬉しく思っておりますし、もちろんローカルヒーローはいらっしゃるけれども、それにもかかわらずみんなは本当に私たちをすごく温かく、全員のドライバー全員のチームを温かく、見守ってくださって、応援してくださっているというのは本当に感謝していますし、明日は本当にいいレースを見せたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。応援よろしくお願いいたします。続いてケビン選手お願いいたします。わかりました。さあ、それではお写真撮ってまいりましょう。皆さん、アクションをお願いいたしますよ。 And the photographers will be here to take a formal picture of you. さあ、それではですね、お集まりのファンの皆様と一緒にお写真を撮ってまいります。それでは行きましょう。 Let's action!Thank you so much, Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg! Thank you so much! さあ、前夜祭こちらのステージ一発目からですね、相当な熱量のですね、コメントをいただきました。ありがとうございます。さあ、この後はですね、18時5分からスクーデリアフェラーリからリザーブドライバーのロバート・シュワンズクマンがやってまいりますので、ぜひこちらのトークショーもご期待ください。それまではですね、もしお手洗いに行かれる際は周りの皆様に声をかけて行っていただきますようにお願いいたします。引き続き前夜祭たっぷりと楽しみください。